月岡義都新鮮東西系、騎士のお松四郎三郎を舞す鈴、鬼神のお松は、歌舞伎、特本、西系などで、石川五右衛門、地雷なりと並び、日本三大盗賊として描かれる女盗賊。根本資料が乏しく、架空の人物と考えられている。独富とも称せられ、歌舞伎の役柄では、悪魔に属する。元は、深川の遊女で、 たまたま拾った暴風のされ神戸を抱いて寝るうちに、妖艶さを身につけ、骸骨を待つの異名を持つ評判の芸者になったという前日誕がある。明和四年、仙台藩士、早川文左衛門と士官を望む、浪人の山木伝七郎が試合、早川が勝った。恨みに思った山木は、仲間の辰巳城五郎、部下九兵衛、稲毛人才に声をかけ、騎乗する早川を襲撃した。しかし、 立ち見、部川は帰り討ちにされ、稲毛は京都に蓄転した。殺された立ち見の妻、お松は復讐を決意し稲毛の助立ちを得るために、京都に向かう。稲毛は快諾したが、にわかに、助べ心を起こしお松に迫る。拒むお松が振り回した会見が、稲毛の胸に刺さり稲毛は落命してしまう。お松は一人仙台に戻り、巧みに早川に近づいて、 道の区国一の席への旅に誘い出した。衣川を渡る時に色仕掛けで背負ってもらい、背中から刺して川に蹴り込み本海を遂げる。その後、一の席の北にある金岳山で三島ゴンザエモン率いる二十四名の盗賊に囲まれるが巧みにゴンザエモンを倒し盗賊団の盗目に収まる。そして手下を率いて近隣の村々を略奪して回り、 鬼心のお松と恐れられようになった。天命三年三月七日、あだと狙う早川文左衛門の維持、文次郎に金額山で撃たれる。ちょんがれで語られるお松は、欧州笠松峠をねじろとする若き女盗賊で、美貌をもって、旅人を欺き殺しては金品を奪っていた。武士、夏目白三郎は、道中、お松に助クされ、お松を背負って、 谷川を渡り始めたが、川の中でお松に差し殺される。四郎三郎の息子千太郎は、父の敵打ちを志して、笠松峠に乗り込み、父の魂春の火星を得て、お松を打ち果たす。浄瑠璃や歌舞伎はこのちょんがれの鬼神のお松をもとに、様々に変化させ創作している。ありがとうございます。